はい、どうも、ジョケンジです。本日なんですけども、はい、来ましたよ、ニューヨーク版スニーカーコン。楽しみしてますね。ちょっと前回のアトランタがあったんで、もう全部ユニバーシティブルー、ライトニングみたいな、あんま期待できなかったんですけど、今回はでもニューヨーク近くのニュージャージーですよ、はい、本場ですかね。本場ですよ、はい、なので俺はめちゃめちゃあるんじゃないかと。で、これめちゃめちゃ列あるやん。あ、でもそんなに並んでないんじゃないの。いや、もうこれぐるぐるしてんの。あ、そうなんだ。一般ですよね、これ。なんだ VIP です。 VIP ってこんないっぱいいるの。僕ファストレーンって書いてあったと思うんですけど、はい、全然ファストじゃなくないですか。確かにね。11時スタートっすよ。今何時だっけ。もう始まってますよね。もしかして1時間ぐらい待ってる。だからこれも通常やん。まあ俺たち前回のイベントもそんな早く来なかったか分からんけど、はい、今回は初のね、このゴッドソウル。一応僕もなんか僕の名前入れてくれましたから、ね、宣伝で入れてくれたんで楽しみにしているんですけど、はい、こんなにいるの。 VIP ってさ、俺のイメージは50人ぐらいですね。300人いない。めちゃめちゃいるよ、ね、めちゃめちゃいる。で、みんな持ち込みすごいね。確かに確かに、みんな持ってる。今回スペシャルゲストのね、キコリ&はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こうやってちょっと後ろに下がるんだけど、後ろに下がった間に中に割り込みが入って、ニューヨークと違って税金がかからないんで、かなり安いスニーカーがあるんじゃないかということで、中身の方行ってみたいなと思います。そうやね、行ってみましょう。Thank you. はい、というわけで来ました。来ましたね。いやー、想像よりも時間かかった。皆さんちょっと見ましょう。もう見ないと。とりあえずもう僕最近ぐるっと見ました。どうでしたか。うんこです。まあそれは言い過ぎかもしれないですけど、はい、特に目新しいものがない。なるほどね。真ん中見てないんですよ一切。もうストロベリーですね。ストロベリー。これ230ドル。意外と安いね。これ安い。多分安いのかな。多分安いかもしれない。なんかやっぱりお客さんがいっぱいいるところの方がね、安いのかなみたいな先入観はありますよ。100ドルとかで売ってるけどね。これ安いね。これ安い。人気のないサイズってのもあるけど、でもこういうのは安いね。なんだこれ。なんだ。これ知ってます。なんか字が疑う。字が疑う。何これ。こんなのあるの。150ペアしか作られて150足しかないですけど。150足限定だって。なんなんだこれ。あれもすごいっすよね。めちゃめちゃフォローしてくれっつってますね。あれやばいっすよ。1985年この状態綺麗なのないっすからね。150足それぞれ限定で、サンフランシスコとかいろんな都市で出たやつのこのパックってやつらしいんですね。そういうものの紹介ですよっていうので、黒が1500、2500、2500、で上は3500。意外と安くない。意外と安いよね。意外に安い。これとかもサンプルって書いてあるんですか。通常品はこの後ろのロゴっていうのは入らなくて、まあ珍しいですよっていう。どこにもないってこれ。おすすめはこの青だ。このブルーです。これいくら。15,000 is the highest offer, but we're asking for around 20,000. 入札で今は1500ドルが一番高い。だから今日の終わりまでで一番高い。1500ドル安くね。じゃあ俺1600ドルで入札しとくか。そうだね。じゃあ1600で釣っといてください。今買えるの。買えるの。やだよ。かっこ悪いですよこれ。They don't have a box. They come with a ノーボックスか。ああ、じゃあ危ねえ危ねえ。危ないね。危ない。かわされるところ。危ない危ない。大丈夫です。あ、でもすごいよこのスペシャルボックスとか。これは何ですか？これのスペシャルボックス。あ、こんななんだ。初めて見た。へえ。だいぶ割れちゃってますけどね。確かに。いやでもないからね。いやすごいな。これすごいっすね。でも素晴らしいっすね。完全にハイプ界のウォールマート。これすごいね。すごいよね。だいたい70足ぐらいあるよね。はいはい。まあ、これ値段書いてないんでやっぱ聞かないとダメっすね。これでも俺のサイズじゃない。あ、11だから。そうだよね。青幅青幅が260ドル。安い。これはすごいよ。お店とかにあるやつ。50万はすんだね。50万。ここ意外とすごい。ダイヤモンドサプライトのコラボが、まあ、1500ドルで売ってたり、あそこにガールズ&クライのコラボが置いてあったり。ここは結構割りかし多いですね。まあでも全体になんかそんなに安くもないわ。ニュージャージーだから多いかなと思ったけど、そうでもそうでもない。そうでもない。もしかしたら俺らさ、アトランタさ時間遅く行ったじゃん。実は VIP でも入ってもさ、あんなもんの可能性もあるゼロではないよね。古いのとかあんまないよね。確かにね。今年発売されたようなやつがとんでもない数の量があるんだよ。はいはい。お疲れ様でした。まあぶっちゃけよ、限定っていうかそのリミテッドのものがあんまり少ない。
し、古いものが少ないのであまり視聴者的には面白くないと、ストックX の方が安いもんっていうのを踏まえてインタビューしてみましょう。リセールっていうのはやっぱり日本だとあんまよく思われてないっぽいので、アメリカ人と日本人のリセールっていう肌感覚っていうのはちょっと知りたいじゃないですか、やっぱスニーカー好きおじさんとしては。ちょっといろいろ聞いてみましょう。だから暇そうな人います？YouTube is okay. Yeah. We like the question about resale. Okay. Yeah. I don't know resale though. How do you think resale? How do you think it's good or bad? I mean, I think it's fine. I don't think there's anything necessarily wrong with it. You know, like people can make money here and there, and there's nothing wrong with that. You know, if you're just getting all backdoored and everything else, and you're just trying to do, you know, 200 pairs you're trying to cover and then sell them. That's fucked up, but if anything else, it should be fine, you know, like that. But Japanese people don't like resale. I get it. Yeah. I know, I get it. You're turning into like this like little like dark market that, you know, people are, you know, back in the day people used to get shot for it. Now, you know, it's not the same, you know? Thank you. Yeah, of course. Thank you so much. Thank you. I appreciate it. Thank you. How do you think resale is? Bad or here? Oh, you mean like in general? Yeah. In general, I would say it's good. During the pandemic, I feel like it switched though. Bigger sizes are going for way more now. Back then, it used to be the smaller sizes and stuff like that. Resale's been good. The shoes are picking up, bro. Like, probably, bro, a multi-billionaire company wears shoes. People used to make a lot of money off shoes, bro. It's a good hustle. A lot of people do it. Japanese people hate resale culture. Don't like resale. Yeah, so, why? The people think, so sorry for company if, like, Nike or Japanese people think. 360. I mean, but isn't that a salesperson? If you're selling sneakers, isn't that being a salesperson? No, but I'm saying you guys, you're saying that he don't, that you said, what you said, China don't like resale, you said China, or what company? Nike. No, you said who doesn't like resale? I forgot the country you said. Japan. Oh, Japan. Yeah, but isn't that the same thing as like selling in general, like a salesperson? You make money off it, but it's a side hustle, the same thing as a salesperson. You're just selling a product that sells out. I think Japanese people don't like being jealous for making money for resale. Yeah, I know what you're saying. Like, it's unfair for the people that actually want the sneaker. Thank you. Thank you. My friend is doing a YouTube. Sure. Can you take something question? Yeah, sure. What do you think about recently sneakers resale market? It's kind of all over the place just because they're releasing a bunch of stuff, you know? So it's kind of hard to predict what market's going to be. Plus, they raised retail prices on most things, like the Lightning Fords that just came out, $220 on those. It's kind of transitioned from Jordans to Dunks. Even Yeezys aren't moving that much. It's all out of the Yeezy side, so. It's kind of too difficult to get the retail, right? Ideally. You do have to be smart when you're paying resale about what you're paying and at what time you're paying, because prices are going to go really high right after the drop. And then they'll come back down. So you want to be buying at the right times. You can pay resale, but as long as you buy at the right time, then you can still make money later on. So you just have to buy at the right time. Yeah, important to check any prices, any timing. Right. Check market. Really important the timing, right? Yeah, all about the timing, for sure. Do you have a YouTube channel? Yeah, it's called The Common Hype on YouTube. Thanks, guys. All good? Yeah, thank you. Nice to meet you. Appreciate it, guys. Yeah. Thank you. Can you shoot? Yeah, you can. Yeah. I sell shoes, yeah. Oh, yeah. Actually, I am. Yeah, okay. Yeah. How do you think resale? Resale is good or resale is bad? Depends who you ask, to be honest. Some people like it, some people don't. But I guess it's all the way in the game, I guess. How do I think? Yeah. Well, I like it, it's fun, you know? Yeah. It's just extra money in my bank. I do not know. Yeah. All manual. Okay, thank you. Thank you. How do you think about resale? Is it good or is it bad? Resale, yeah. I think it's a good thing. I mean, it offers opportunity for people to make money in unique ways, and it also like offers opportunity for people to bond together and shit like that. Like, I get to meet a lot of people at these events and stuff. Yeah. I don't mind it. I know a lot of people do, but those are usually the people that don't really touch. I don't think it's a bad thing at all, no. I totally agree with you, but general Japanese people don't like resale. How do you think this idea? What do you think of like how Japanese they don't like that? Don't like it. I mean, it's like, I don't know. It's like at the end of the day, it's almost like controlling, because why? Like, why can't people make money off an item? Like,
It's like, if somebody wants to pay more for the item, why should I say no? You know what I'm saying? There's a market for it, so why not attack it and make money? Because the market's not going to go away if you or I resell or not. It's always going to be there. Oh, okay. Thank you. No problem. So no problem. Have a good day. Yeah, you too. Thank you. No problem. How do you think that resale, is it good or bad? How do I think resale is like good or bad? I mean, it's all supply and demand at the end of the day, you know. There's a limited quantity of shoes, and at the end of the day, there's going to be a high demand for them. So, you know, you make the money where you can. Everyone's happy, you know. You get your sneakers, you're happy. The seller's happy, and the company's happy. Nike, Adidas, whatever it is, they make their money, so. These are the social statuses. They just came out yesterday. How much? 300. 11.5. That's the only size I have. 10.5. ありだな。俺のサイズやな。Second question is okay. But Japanese people don't like resale. Okay. Don't like hate resellers. Yeah. So how do you think this concept or idea? How do you think why Japanese people don't? I mean, I think in general, like not a lot of people like resellers. You know what I mean? Especially like people who bought and stuff, you know, it takes away like the opportunity for like a lot of other people to, you know, get something at retail. So I don't blame you guys. I mean, resale sucks, but at the end of the day, you know, it's supply and demand. What can you do, right? Thank you. Yep. Thank you guys. All right. Thank Alex. You so much. My name's Alex. Alex. My name is Aoki and Kenji. All right. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Thank you. はい、というわけでですね、ゴッドソウル今回イベント行ったんですけど、まあみんな VIP だよね。 VIP が多すぎて何が VIP じゃないのかっていう、みんなが VIP すぎて VIP じゃないやつはもうありえんみたいな。中身に関しては特別すごいモデルっていうのはもうほぼない。イケミンさんも言ったけど、ここ 2、3年、2、3年どこじゃないな、半年から1年以内のものしかほとんどないから、だから面白くない。で、僕今回買ったんですよ、実は。じゃん、これなんだろう。ニューバランスとエメレオンドレのコラボですね。おお、210ドルぐらいで買いました。安い。まあストックエックスとかで買うよりは安いから、安い、関税かかってないんで、はいはいはい、結構安く買えたかなって感じですね。これかっこよくないですか。結構いい色してね。これ欲しかったんですけど抽選当たんなかったんで、今回こちらで買いました。これぐらいですよ、安いのは。なんか特別飛びつくようなものは個人的にはなかったかなっていう感じですね。で、あとインタビューね、結構しました。4人ぐらいに話しかけたんですけども、やっぱりこういうイベントに来てるから別にリセールは悪くはないよねみたいな。なるほど。だから一番、まあ、そこのおっちゃんが言ってたけど、欲しい人も買えて高く売りたい人も売れて企業のゲームバリューも上がるから、ウィンウィンの世界じゃないのって、何が悪いのみたいなニュアンスのことをずっと言ってたんで、まあ、確かに言われてみればそうだなと思いましたね。やっぱ日本とそこの文化の違いっていうのは大きく出ているので、そういった部分でもやっぱりこういうイベントっていうのが各地で行われているっていうのが、まあ、すごい面白いなと思いますね。やっぱり俺としてはもっとなんか伝説のモデルみたいなのがあってほしいよね。あんまなかったね。中国のスニーカーコンとかの方がいっぱいあったかなって。なるほど。スニーカーコンとは違って、ゴッドソウルっていう新しいネームバリューでのイベントだったんで、こんなもんなのかもしれないですけども、将来的にはもうでかくなるかもしれないので、ぜひ注目してみてくださいって感じですね。ニューヨークでやるイベントらしいので、ニューヨーク在住の人、特にキコリ君行ってみてくださいそんな感じで今回の動画終わりたいなと思います。この動画がいいなと思って参考になったと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで終わります。チャンネル、バイバイ。